Welcome to Dance Rush Stardom。ここではかっこいいダンスをするためのプレーのコツを教えるよ。君が今立っているステージはセンサーで君の足の位置を読み取るんだ。センサーは軽く踏むだけでも反応するよ。まずは自由に左右に歩いてみよう。足の位置がここに表示されるよ。じゃあ早速始めよう。 Let's dance。 このマークがこの判定ラインに重なったらタイミングよくステージを踏もう。3, 2, 1, now, great! タイミングが合っているほど高得点、パーフェクトを目指そう。もう一回行こう。 3, 2, 1, now, perfect! L のマークは左足で踏もう。 3, 2, 1, now, perfect! 今度は両足一緒に。 3, 2, 1, now, perfect! ミスをするとライフが減ってしまう。ライフを残したまま最後まで踊れたらクリア。長いマークの時はマークの位置に合わせて足をスライド。体の向きを変えるとプレイしやすいよ。このマークが来たらジャンプ。両足をしっかり浮かそう。ジャンプ。ステージの操作はこれで完璧。次はアップダウンのグループをマスターしよう。かっこよくダンスするためにリズムに乗って重心を下げてみよう。うまくダウンできればこのゲージが黄色に変化するよ。マークに合わせてタイミングよくダウンしてみよう。ダウンダウン、パーフェクト、ダウン、パーフェクト、オッケー、これで完璧。最後におさらいしてみよう。レッツダンス。右左スライド、右ダウン、左ダウン、右左、右ダウン、ジャンプ。グレート、ナイスダンス。他の曲でも踊ってみよう。